大輝さんも、ファンタはあ、よっグループアカのランペのグループあ、ランペの始まった始まりましたよ始まりました一前今、本番配信1時間前そうですね1時間前ですね今日はこの5人で17時からですねはいやらせていただきましょうやらせていただきましょうやらせていただきましょうついに来たね、来たなかったね、なんか一瞬でしたね一瞬だったね一瞬だった寂しいな、なんか終わっちゃうな本当だよ、本当だよこれからこれからうだな確かにねおさあいいねいや、もう一度君と踊りたいですあそして、うん、おまあ、大輝さんが見えやすいのであれですが、はい、はい、まこちゃんこちらこの日のためにおおおオリジナルで作ったおチームミラクルズティーでございますイエーイ、ね、インスタのストーリーでなんか匂ってきたもんね匂ってきた全員同じ匂ってきたのこれはチームミラクルズサポメンということでね、まあ、リンダティーをこうオマージュしてね、うん、全く同じように似せて文字だけ変えたということで、うん、すごいこれもう世界に5枚しかないおっおおやばいプレミアムだね激レアティーですよ気合入っとるわはいいいよねでもこれ気合入ってるわテンション上がるわはいそしてね、まあ、本編を見てくださる方は分かるかなと思うんですけども、うん、もう一個ね、はい、あのサポメンテミラクルスであの作ってるのでそう世界に5つだけのねものを確かにね、そう予想しながら見てほしいなーとか思いながら見ないと分からないということで見たい方はここら辺のあれスワイプアップしてそうだね、うん、そうですね、ね楽しいなどうもあいっちゃんまこちゃん見えるかまこちゃんいやー緊張しますね。ね、漂ってる、ね、緊張、うん、緊張は今日。本当ですよ。最悪だからな。最悪だね。昨日の君の見たけど、はい、いいもんね。この山の作品が素晴らしいよ。まず素晴らしい。素晴らしい。人によって演じる人によって全然違うものになるね。うん、そうそう。昨日見た方も多分今日見ると全く違うものになってるんで、ね、人が変わるとこうも違うのかっていうぐらい変わりますから、はい、しかもね名前も違うし、うんうん、昨日の公演もアーカイブで見れるからね、はい、昨日の公演を見てからこの公演を見てもいいですし ね、はい、そうですねダブルで見てもらってもいいので ね、うん、ねアーカイブも24時間見れるのでいや、うん、ぜひ5時から、まあ、リアルタイムでね、うん、開始あとアフタートークもあるし、そう昨日アフタートークでこうレオくんがずっとあーねー、優しいそうだ、優しい、優しいな、ありがとうございます。ね、まあ本当確かにこの5人でやりたいって言って実現した回ですから、かそうですね。しかもあれですよね、終わってすぐ言いました、そうあの前回の、うん、あれ大阪だよねあの大阪2人が出てて、はい、俺がその前日やった時たまたまあの今回。次回やるならもしこのメンバーやりたいって言ったら、うん、まさかこんなすぐに早かった実現したとは思わなかった、うん、やってみるもんですよ本当だよ本当だもんだよいい、ね、じゃあねこの作品がサポメンっぽいっていうかねごめんね締めるでしょまだねまだだねまだそうまだあるよ、ね、まだ4分ぐらいサポメンっぽいですよね、うん、なんかこの下積みからこうどんどんやっていくみたいなとかが、ね、リンクする部分結構あるからそうなんですよ ね、 すよねまたあの劇中にこう目合うとちょっとなんか、うん、でグッうってなっちゃう、うん、めちゃくちゃ気持ち入っちゃう、うん、お客さん入れてやりたいねいつかねまたね、 そうですね空気感をやっぱ生で味わってもらいたいまあ今日はねオンラインですけども、はい、逆にこうなんか昨日僕見ちゃうんですけど下に画面が2つ出てきて選べるんですよ、うん、好きな、うん、今レオ君のアップが見たいと思ったらレオ君をタップしたらドンって出てくるからすごい楽しいねだからいっちゃん、画期的なシステムまこちゃん中心に多分価格を選べるので、うん、見てください、ね、見てください、うん、お願いしますはいなんかありますか見たくなるやつ見たくなるやつ多分今迷ってる方がいると思うんでまあ彼があの作ったやつも一応言っといてもね、そうですね一応ねそうだね、まあ、最後パフォーマンスする部分もあるんですけど、うん、
そこはまあサポメンバージョンということで僕が振りを作って、もうこの日のためにサポメンバージョン作りました。すごくね、エモい感じだったんですよ。エモいね、エモい。なんかサポメンらしさを取り入れた振りと構成なので。確かにね、結構こだわったよね。ぜひ楽しみにしていてください。ウェイウェイ。いいな、これ普通に。これいいっすよね。欲しいっていう人いるんじゃない、コメント読んであげるじゃん。欲しいんじゃない、まあ、CL。 確かにこっち今ね、ハンターの CL のアカウントからも同時にやってて、さっきメンバーもコメントしてくれてましたよ。海星さんとかも、海星が、海星が入ってきてました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかありますか、面白いコメント。あ、欲しいっていう人たくさんいますね。あ、すいません、お前だけなので、すいません。言ったでしょ。まあでも皆さんの声でもしかしたら、確かに、本当に今日次第じゃないですか。実現するな、確かに今日の反響次第かな。優しいな、ぜひね、SNS、ね、シャープミラクルズ、なるほどね、カタカナミラクルズ、ミラク、あ、カタカナミラクルズ、ね、カタカナミラクルズで皆さんがもしかしてこう一致団結してトレンドなんか入っちゃったら、その日にはなんかね動き出しちゃうとかあるかもしんない、かもっていう。とりあえず大輝さんの自腹で T シャツを送ります。おい。そうしましょう。プレゼント OK。 OK じゃないよ、ダメだよ、嘘ですよ。いやでもこの反響次第みたいなのあるか、うん、うん、ちょっと皆さん人助けの気持ちになってます。ガチで言われたことない、ボランティアの気持ちになってる。確かにいいね、ほら。しミラクルズの意味言いましたっけ。あ、まだ言ってない。これミラクルズの意味知ってから見た方が確かにね、入ってくると思う。じゃあ、ですね、テイヨウさん、あのこのサポメンってそもそも下に書いてあるやつは、うん、これあのジェネレーションズの皆さんがこうデビューする前にパフォーマンスイベントとかやってる時に、後ろにこう全国からね選ばれた5人が、まあ当時はゆうたくんもいて、まだまこちゃんいなかった時期もあるんですけど、後ろで踊ってて、そのメンバーのことをサポメン、そしてファンの皆さんもなんか略してサポメンって言ってたんですよね。でゆうたくんが正式メンバーになって、そこにまこちゃんが加わってこの今の5人になりました。で全国とか回ったり MV も出てて、その後なんかこうそろそろジェネもデビューしたし、次に新しいグループがデビューするんじゃないかみたいな、ちょっと巷でなんか噂みたいなのがあってて、そのメンバーがこの5人にボーカルを入れてデビューするんじゃないかみたいな噂があったんですよ。そしたらファンの皆様が名前はミラクルズだみたいな、すごいなんか確かに急に盛り上がりだして、どっから拾ってきたのかわからないんですけども、ミラクルズっていう名前が、まあ諸説ありますよね、ミラクル三代目さんのあのどこから来たんじゃないかって、それが一番ね、ミラクルっていうね、バズったんだよね、急に、急に僕らも知らないのに、僕ら発信したわけじゃないんですよ。そうそうそう、勝手に僕らも後から知って、そしたら急にこの名前が広まってて、ジェ、この5人でブックアップとやるなら、まあ、もちろんチームリーナもいいけれども、せっかくなら当時 の, そのミラクルズっていう名前を使わせてもらって、やろうぜってなったら、そしたら脚本家の方にも相談したら、ぜひいいでしょってなって、ぜひいいでしょってなってね、あの採用してもらった次第ですね。はい、これがミラクルズです。ミラクルズです、うん、確かにこのね歴史を踏まえた上でこの朗読劇見たら、うん、もう、うん、涙がちょちょ切れる、うん、ちょちょ切れる、うん、間違いない。翔平もね今回かませてるから、涙あり笑いありの青春ラブストーリー、ぜひ皆さんご覧ください。ラブはないよ、ごめんね、ラブはない。確かに、でも翔平めっちゃ役あるじゃん、今日。そうなんですよね、いろんな人格になって、ちょっと人格泣いた後に、またちょっと来たりね、うん、いいのが来たりするので、ちょっと情緒不安定にならないように頑張ります。うえぇですね。いや、これちょっとも言ってしまう、ダサかっこいいというか、かっこいいのが分かる、ちょっとミラクルズはね、ミラクルズって、まあ、キャッチーはキャッチー、そうだね、はい、覚えやすいよね、うん、だから毎回さ、僕たちミラクルズですみんな笑ってるもんね。クスクスクス、完全にふざけてますね、うん、いやまあでも覚えてもらえる分には、ね、いい名前だと思いますよ。じゃあそろそろそうだね、そろそろね、稽古にね、準備を、そうですね、はい、17時にリアルタイムもうすぐだ、やばい、お、はあ、最後じゃあミラクルズです、そうだね、そうですね、笑わないように、はい、はい、じゃあ。
この後17時からブックアクト、オンラインではあるんですけどもやりますので、ぜひ今チケットも絶賛発売中です。そして24時間アーカイブのところもぜひ見てください。それでは以上ミラクルズでした。ほらだって息が漏れてます。可愛い。あ、じゃあこのね、CL の方にもバイバーイ。ありがとう、ありがとうございました。OK でーす。はい、これも切ります。はい、バイバーイ。ありがとうございました。